から始まってですね、加工品をメインに、11月はずっと売ってきました。そして秋野菜ももうあの終盤になってですね、葉物野菜がなくなって根菜類だけになってしまって、ちょっと寂しいに、状況になってしまったんですけど、加工品合わせてですね、皆様に来ていただければ嬉しいなと思っております。今までずっとやってきたコロッケ、そしてまんじゅう、新しくチャレンジしたシフォンケーキを、作っています。お母さんたちだけで、やってるのでなかなか大変みたいなんですけど、一生懸命やってもらってます。全部国の地元の、かぼちゃなどを使ってですね、かぼちゃまんじゅう、そしてあのコロッケは地元のジャガイモを使って、そしてシフォンケーキもあのかぼちゃを地元のかぼちゃを使ってですね、作っています。コロッケ、まんじゅう、そしてシフォン、今年新たに始めたシフォンケーキなど、たくさん用意してありますので、ぜひあの来週最終日あの皆さん買いに来ていただければありがたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。あなた輝く街テレビ、ロートテレビ。